18番石井から縦藤田ダイレクト。さあリズムが出てきたロースト熊本ファーサイド、中山呼んでいる藤田のシュート、ー決まった。 J2 初ゴール、藤田のヘディングシュート決まりました。ロースト熊本1点も返しました。なかなかヘディングシュートを藤田で見られないですよ。熊本に来てから初ゴール。今のもね、空いたスペースをねしっかりとね落ち着いて決めてましたよね。こうダイレクトで落としてもう一度中に入り直してヘディングシュートでした。フォワードの空いたスペースをねうまく利用しながらね。さあ今のシーンです。ここですね、ダイレクトで落としてから、はい、で前に行った空いたスペースをねしっかりと入って落ち着いて当てましたけどね。素晴らしいですね。